敗目は自分のために、もう一杯はあなたのために、この人生を分け合って生きている。おい、またあのこじき坊主がやってきたぞ。きったねえなりしてさ、お昼になるとああやってもろもらいに回ってるんだ。国乱からちゃんと生活費もらってるんだぞ。金持ってんだよな。だけど飯も一日一食しか食べないんだって。なぜだろう。きっとケチなんだよな。金を使うのがもったいないんだ。一日一食しか食べない坊さん、みんなは一時期坊主って呼んでるよ。一杯目は自分のために、もう一杯はあなたのために、この人生を分け合って生きている。リサブロー、バカなこと言うんじゃないよ。あの坊様はね、この文字の海で船が安全に通れる目印になるようにと、あの丘の上で夜通し焚き火を焚いてるんだよ。その薪を買うために自分は一日一食だけで我慢してお金を貯めてるんじゃないか。今度来たらお前も自分のおやつを半分我慢してあのお坊さんにあげたらどうだい。一杯目は自分のために、もう一杯はあなたのために、この人生を分け合って生きている。坊や、お母さんに叱られたね。私はお前のお母さんの言葉をありがたく思ってる。だけど私は褒められるような人間じゃない。若い頃人を殺めてしまったんだ。友達と相撲を取っててね、押し倒した時に打ち所が悪かったんだろう。友達は死んでしまったんだよ。取り調べで無罪放免にはなったが、私の気持ちは収まらなかった。ある時この文字の海でよく船が座礁して尊い命が奪われていると聞いた。私は死んだ友達の供養の代わりに一人でも多くの命を助けてあげようと決心したんだ。自分の人生はもう十分に楽しんできた。残りの半分は全うできなかった友達の命のために生きていくつもりなんだ。聖虚が灯し続けた日はやがて灯台になり、今もへさきの岬に立って船の安全を守ってる。一杯目は自分のために、もう一杯はあなたのために、この人生を分け合って生きている。